ぽんちゃん、おはよう。ぽんちゃん、おはよう。かわいはい、い。白熊に乗っているぽんちゃんです。かわいいんだけど、白熊さんとぽんちゃんだと、どっちにピントが合うかだよね。あ、じゃあ、もう行く？ぽんちゃんとこ行けば？はーい。ぽんちゃんとこ空いてちゃる？んくどっんからは、し空いてるよ。そこじゃないんだよね、行きたいのは。ここら辺？お父ちゃんとお母ちゃんの間に行きたいんだよね。どうぞ、ここどうぞ。はい。はい、どうぞ。はい、いいはーい。子だね。ちゃんくんはいい子だね。今日はちょっと寒かったね。ねえ、寒いね。寒い。エアコンね。つけてね。はい。ジャン君、ポンちゃん。あ、いい子たちだね。ジャン君、今日、10歳のお誕生日だよ、ジャン君。ジャン君、おめでとう。大人だね。ポンちゃん。ハッピーバースデートゥーユー、ジャン君おめでとうということで、おまめたで一ついただきとう。ました。にゃんこ鍋。にゃんこ鍋。よかったね。ジャン君もポンちゃんもね、鍋好きだよね。このような形になっておりますので、ほどなくジャン君、ポンちゃんはこの中に入るかと思われます。ありがとうございありがとうございまます。す。かわいい。かわいいにゃんこが入ってるね。はい、では、続きまカシしカシ。て、こちらもいただきます。りがとうございます。なんでしょう。誕生日のプレゼントということでいただきました。じゃじゃほっほっん。ほっほっ。あ、おもちゃだ。やったね。ジャン君、パンちゃん。ジャン君が。これいはつ喜かびな？そうだな。なんか、ひろひろがついてるのと、このふわふわとね。じゃんくん。よかったね、じゃんくん。あ、見見てえないる。か。ちょっと見てるよ。これつける？こんな感じだよ。じゃんくん。はい、じゃんくん。どうすか、じゃんくん。これは？ほら。なんか、ロープがついてるよ。なんか、虫さんっぽい感じ。後で遊ばせまはす。はい。い。あとはなん次かは。文房具系だね。開けましょう。はい。手がね、私の手があまり。はい、これはメモだね。鳥さんのメモ、付箋かな？うん。付箋はありがたいっす。お、何？猫さんのスープ。どんな形あ、をしているこれ、か。こう、こういうことだね。コップここに、に、コップにこういうことだね。こうやってこうやっ引っ掛けて、るってこう、ことそうね。だね。はいは中い。に入れて引っ掛ける的な。ほほいろんなものー。ながあるるほんだど。ね。はい。ありがとうごすざいごい、かわます。いい。2個、2種類。2種類です。はい。シルバーと黒と。かわそいいして、ね。これもかわいい猫、ね。よく見つけるよね。このテ、このなんかこの入れ物。ビニールのやつだけど、中に可愛い絵が描いてある。にゃんこの絵が描いてある。あ、あとなんか、はい、きのきのこ。こ。もう、まおいママさん、きのこ好き。きのこ好きです。これはファブリック、あ、文庫本のカバーだああ、はね。いはなに、ほどほど。いいじゃんね。そして、あ、黒ルイト。犬用だ。私の、カエルさんもらったやつの、ギターバージョンってことだよね。ああ、こうやメってモ用。立てられるよってそうことそうだそうね。そう。メモ用紙がちょっと可愛く立てられるよっていう。なるほど。部長にあげたら誤解するやつね。部長いないんだけど。これは何かな？何おお、何？アコいーわディオンゆるみたいになっ音てる。立てっぽいやつの、こう蛇腹になっててっていうことだね。
CD とかを立てるっていうのもあるのかな、サイズ的には。仕切り13ポケット、ポストカードサイズのドキュメントスタンド縦型タイプ、写真やハガキの整理、 CD ケース、封筒、領収書、保証書、取扱説明書などの分類などといろいろに使えますよっていう。はい、やってみます。うん、なんかいっぱいになっちゃってるからね、うん、やってみましょう。そしてなんかすごい立派なのが出てきたよ。カバーっぽいね。あ、メモ、ノート、あのダイアリーか。そう、ダイアリーっていうかなんだっけ、はいはいはい、システム手帳ってやつ、うん、なんだかすごく立派だよ。はい、これでも毎回付け替えればまた使えるタイプだから、うん、プロケンにちょうどいいかもしれないけど、はい、お出かけしない家で使えばお家で使えばいいのかな。これなんだ、ウイルス除去除菌の、これは首から下げるんだね。え、首から下げるやつ、うん、ここから何かがフォワーと出る、首から下げるウイルス対策、塩素、亜鉛酸ナトリウム配合というやつですね。ネックストラップ付属、うん、ウイルスの気になる時期にご使用ください。開封した時から二酸化塩素の除去除菌成分が周囲に浮遊する、うん、まあ人混みに行く時とかにそうだね、つけとけばいいんだね。うんうん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます、ね、なんかねちゃんとあのご自分の分もちゃんと、うん、うちだけじゃなくてね多分大丈夫と思うけど、はい、気をつけましょう。そしてなんか可愛いっぽいの、調理器具っぽい感じだね。どうだろう、なんか小さい、なんかランチボックス、はははは、これ電子レンジにかけられるとかそういうことかな。ほう、そういうことかな。なんかそんな感じがするけど、あ、ちょっと硬いのか。硬いの。あのいわゆるシリコンとかああいうタイプではないんだね。うん、電子レンジで使用の時は蓋を外してください。はあ、はあ。そっか、でも電子レンジは使えるんだね、うん、なんかこの蓋は使えないけどラップとかそういうので温められるよと。なるほど、うんうん、じゃあピクニックだお家でピクニックなんかでも形がね可愛いやつのね、うん、このなんかあの無水鍋みたいなダッチオーブンっぽいやつとかね、これもねなんかグリルとか電子レンジで使えるやつとかだね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます、これも含めてね、うん、いっぱいちゃんぽんをお喜びします、うん、さあにゃんくん出てきてごらん、後で入ってるとこもお見せします、うん、はい、入りました。じゃんくん、じゃんくんどうぞ。ジャン君、お腹、お腹、お腹下に出ちゃうよね。出ちゃうの。はい、猫は必ずこういう形のものには入ります。ありがとう。